おいおい、お隠れてんだろうが。何よ、あら何よ、あらで、おい見合いだ。何何やってんの、ガイユ見合いじゃ。何なの、これは、な、何何何、ね、怖い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 。とりあえず今回切り替え怖っ、うん、何の準備もできてないので、できてないね、あのリスナーさん頼りになるので、たくさんコメントでこう SMOK に対する質問等を投げかけていただけると大変助かります。じゃあ、うん、なんかバトルでもするか。バトル、せっかくだから。何バトルだ、何バトルする。今完全で見切り発車なんで、今めっちゃ考えてます。ちょっと待ってもらっていいですか。何バトルだよ、一体。何バトルをする想定だよ。何バトルしてほしい、みんな。え、最近なんでそんなバトルしたがりなの。確かに、なんかこないだもさ、このラフトの配信の時に。でもね、そう。え、ジム来るか。殴りたいってこと、殴り合いってこと、あ、そういうバトルじゃないの。え、でもさ、この4人で殴り合ったら誰が強いみたいな定期的に話すけどさ、マジで殴り合ったら誰が一番強いんだろうね。え、コロさんじゃない。いや、スバルちゃんはもう瞬殺師匠。えなんか最強と最弱だけ一瞬で決まった、なんで。いや、スバルちゃんはほんと多分もうなんか覇気だけで倒せそう。覇気なんだよ、覇気だけでもちょっとわかるかも。え、わ、でもスバルあれだよ、うん、帯持ちだよ、あの格闘技の一応。本当に。え、でもわかんないな。でもなんかコロネと一発目に当たったらなんかどっか負傷して危険しそう。ねえ、スバルの負け出しの帯持ちアピール、そんなに。いや、いやでもわかんない、結構いい戦いになるかもしれない。まあ確かにね。まあでも、うん、ね、でもやってみてーなー。え、ちょ、一回さ、みんなでボクシング習いに行ってマジで試合しようよ。したい。え、でもなんだろう、やっぱさ、やっぱメンバーを殴ることってないから。え、そうそう、ないよ、ところね。怖えよ、あったら怖えよ、やめろよ。え、だってワンちゃんさ、次の日の配信青技作って配信するかもってことでしょ。ほんとだよ、心配しちゃうよ、みんな。どうすんの、次の収録でみんな腕からさ、あの骨折した時みたいなの下げて。そうなんだ、大丈夫大丈夫、ちゃんとね、教えてもらえばね。え、そう、教えてもらってさ、大丈夫なの。え、そうだよ、ミットとか持ってさ、なんかワンツーワンツーみたいなしてる美容者めっちゃ見たいもん。あ、見たい。あ、でも似合うよ、きっと。腰側じゃん、どっちかっていうと。え、でもその受けるのも技術いるから、あれミットの。はいはい、いいじゃん、ミオさん、似合う似合う。